アソシアシオンデポルティーボ・ボカリは、コロンビア第三の都市であるカリを本拠地とするサッカークラブである。2020シーズンはカテゴリア・プリメーラ A に所属。1912年11月23日、ヨーロッパから帰国した学生たちによって、カリ FC が結成され、ほどなくデポルティーボ・ボカリと改名。1948年に創設された、 国内プロサッカーリーグに初年度から参加。コパリベルタドーレスには1968年に初出場を果たした。同大会には2016年までに20回出場しており、最高位は1978年と1999年の準優勝である。1978年にはコロンビアのクラブとして初めて決勝に進出した。この時は、 アルゼンチンのボカジュニアーズに2試合合計0から4で、敗れた。1999年にも決勝に進出したが、ブラジルのパルメーラスに PK 戦の末に敗れた。同じ狩りを本拠地とするアメリカで狩りとの対戦は、クラシコ・バジェカウカーの、またはクラシコ・カレーニョと呼ばれる。最初の対戦は1931年の地域選手権の決勝で、狩り FC が1から0で、 アメリカで狩りに勝利した、コロンビア最古のダービーマッチである。1960年代から1970年代にかけて、両クラブは国内リーグにおいて熾烈な優勝争いを繰り広げていたことから、ミジョナリオスとデポルティーボ狩りの対戦は、スーペルクラシコと呼ばれていた。その後、他クラブの対等などもあり、勢力図は変わっていった。現在では、 両クラブの対戦はクラシコアニエホと呼ばれており、ローカルダービー以外では、コロンビアにおいて最も古いライバル関係と、みなされている。両クラブに、地域的なライバル関係はないが、1912年創設のデポルティボカリと、1913年創設のインデペンディエンテメデジンというコロンビアで、最も歴史のあるクラブ同士の対戦であることから、クラシコデデカーノスと呼ばれる。 なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。